天ヶ崎スポーツの森は、兵庫県天ヶ崎市にある西日本最大の複合スポーツ施設。正式名称は、天ヶ崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設。兵庫県で、初めて PFI 手法を導入した事業により建設、運営されている。兵庫県の都市公園、天ヶ崎の森中央緑地の一角にある。県が構想する、甘ヶ崎21世紀の森において、 中央緑地は健康、文化の森として位置づけられており、県民の健康増進及び県内水泳競技の振興を目的としたプール施設とより一層の健康増進などを図るため、屋外、屋内健康増進施設を合わせて整備し、運営している。本施設は兵庫県と民間出資による SPC、天ヶ崎健康の森が事業契約を結び、 SPC が PFI 法に基づき設計、建設した施設を県に引き渡し、事業機関を通して施設の維持管理及び運営業務を行う BTO 方式が取られた。本方式による事業機関は2003年12月23日より2023年3月31日までとなっている。サブプールアマラーゴフットサルパーク中央緑地の先行供用地区、 始まりの森と隣接する場所に屋内外プールやフィットネスをはじめとするスポーツレジャー施設が備わっている。ありがとうございます。